道島ビルジングは大阪市北区西天間2丁目に存在する株式会社道島ビルジング保有のオフィスビルである。通称は道ビル。道島ビルジング、長崎県出身の実業家で政治家でもあった橋本喜蔵が株式会社道島ビルジングを設立。道島ビルジングは1923年7月に竣工し、同時に道ビルホテルも開業した。 東京の丸ビルと並び称された。1960年、1999年と2度の大改修により、外観は建設当時から大きく変化しているが、平成、令和期に入っても、現役のオフィスビルとして使用されている。御堂筋に面する西側と道島側から見える南側が、他の多くのオフィスビルと同様に直線上であるのに、対して、 1909年に埋め立てられた、曽根崎川との道路に面する側は、東側から北東側にかけて、元の河川敷に沿って湾曲している。わしを苦労、竹中公務店ウェブサイト、藤井屋太郎、竹中、公務店ウェブサイト、ハット ABC 株式会社道島、ビルジング第148期決算広告運善、観光ホテル、ホテルの歴史リフォーム事業、野村建設工業、 一般財団法人建材試験センター、建材試験情報2009年5月号。ありがとうございます。